自宅にいる間にチェックしておきましょう。メンズファッション TV。 皆さんこんにちは。大人の服装プランナー松はじめです。さて今日なんですけれども、自宅にいる間にぜひチェックしていきたい洋服の持ってるもののねポイントについてお伝えします。なかなかね普段忙しいとですね、自宅でじっくりと自分が持っている洋服とかね、そこと向き合ってどうしていこうかと考える機会ってないと思うんですけど、ぜひね、私がやってる方法などを紹介していきたいと思います。メンズファッション TV では、ファッションの着こなし、コーディネートのポイント、様々な情報をお伝えしていきます。ぜひですね、チャンネル登録をして一緒にセンスを磨いていきましょう。疑問、質問、それから番組の感想などもコメント欄でコメントいただけるととても励みになります。まずはですね、ケアです。自分が持っている洋服の中でね、やっぱりローテーションのメインに、ね、なっているものっていうのはね、どうしてもほころびがね、起こりやすいっていうことで、これケアの必要がないかっていうのをね、しっかり見てあげてほしいんですね。そして必要があればやっぱりケアしてあげてください。まあケアの方法、ジャケットなんかスーツもそうですけども、ブラッシングが非常に有効になりますので、このブラッシングをね、忘れずかけていただければ、もうそれだけでね、天然繊維っていうのはやっぱり生きてきますんでね。はい。そしてクリーニングの必要がないかっていうところも非常に重要なポイントです。まあ以前この動画でクリーニングについてもね、いろいろとご紹介させていただきましたけど、またそれもね、概要欄の方には貼っておきますが、まあクリーニングのいろんな種類があるっていうこともありますけども、それはそうとね、やっぱり汚れていたりするとね、それが原因で虫食いになってしまったりとか、体色になってしまう原因も、これもね、やっぱりありますので、ちょっとね、そこら辺見直していただきたいと思うんですね。そしてケアといえば靴ですね。はい。靴磨き、お好きな方は好きかと思うんですけど、いや、なかなか磨いてないよって方もいらっしゃると思うんですね。やっぱりね、ちょっと天気が良くて、靴を磨くには格好な日っていうのがありますから、そんな日はね、シュシュシュッとね、靴を点検して磨いてみていただいて、それをね、また履く日が来た時はね、心躍るんですよ。自分がね、一生懸命メンテナンスした靴にね、足を通すとですね、それだけで、おっ、なんか嬉しいな、背筋が伸びるなって気持ちになったりするものです。ものをね、大切にしていこうという気持ちも生まれるんですよね。そしてですね、ここで忘れがちなんですけども、ぜひね、チェックしていただきたいのが、これ先ほどちょっとキーワード言いましたけど、体色っていうことで、あんまりね、光の当たる場所に洋服って置いておくとね、良くないんですよ。一方から日光が当たり続けるとね、色が抜けてしまうってことあるわけですよね。はい。こういうリスクもありますし、まあ、カビとかによってね、色がなくなっていくっていう、色を食べるカビっていうのはあるんですけど、これもちょっとカビについてね、以前解説した動画はあるんですけども、この保管場所のね、状態っていうのも、今一度チェックしていただければと思うんですね。はい。そして、このケアにもう一個つながることで、風に当てるっていうことです。ずっとね、クローゼットの中に置いておくよりはですね、たまに風に当ててあげる。これ非常に大事なんですね。まあもっと言うと湿度とか温度とかも大事は大事なんですけど、そこまではなかなか難しいよという方多いと思いますので、時々でいいですから風に当ててあげる。これはね、ずっと置いとくというよりは風に当てて定期的にね、当ててあげるの非常に大事になってきますし、靴もそうなんですね。履かない靴ずっと置いとくとですね、やっぱりカビの原因にもなりますし、クリームもね、入れていってあげるに越したことはないんですけど、時々外に出してちょっと風に当ててあげると、これがね、非常にポイントになってきますので、自宅にいる間にね、そういうこともやっていくといいのかなと思います。そしてですね、クローゼットのチェックです。どういうチェックかというとですね、着ない服はないですかということなんですね。クローゼット、ついつい物が増えていってしまうという方、たくさんいらっしゃると思うんですけど、実はそんなに着てないんだよねっていう服とか、小物とか、まあ、シャツとかね、あると思うんですよ。これをね、まあ、また着るかなって言って、数年着てないもの、あれば、やっぱりね、思い切って捨ててみるっていうのも一つかもしれません。クローゼットもね、もう広大な場所があるんだよって方はよろしいかもしれないんですけども、やっぱりね、クローゼット、何かなくなると新しいものが入ってくると言います。本なんかもよくそういうふうに言いますよね。やっぱり、もう全部のものがぎゅうぎゅうで埋まってると新しいものが入ってこない。発想もそうですよね。そこに空間ができると、また新しい、ね、良いものが入ってくるんじゃないかなと思います。定番のものといってもですね、何年かに一回見直してあげるといいですね。例えばネイビーのブレザーのような本当の定番アイテムのようなものでもですね、各ブランドさんが出すものもちょっとずつちょっとずつ改良されたり、時代性ってものを取り入れて出てきてるんですよ。私たちもですね、東京の表参道でオーダーサロンやってますけども、その時代性を合わせて毎年ね、このシルエットとか竹感とかいろんなこと変えてるんですね。なんでですね、昔のものを着て昔っぽくないかなと、そういうチェックもね、大事ですよね。もう一つチェックしていただきたいんですけど、サイズです。まあサイズ、特に30歳を超えて
ちょっと体型が20歳の頃と変わってしまったなぁと、そういう服をね、もしかしたらまだまだお持ちかもしれないんですけども、この機会にね、ぜひ着てサイズチェックをしてみていただきたいんですね。ジャケットのウエストに余計な光じわが出すぎてないかなとかね、パンツのお尻なんかきつくないかな、ウエストはどうかなとか、それから意外と忘れがちなんですけども、このサイズ感という意味ではですね、着丈、それからパンツ丈っていうものが時代によって変わってくるんですね。ほんのちょっとのことなんですけどね、ほんの1センチとか2センチとか、この変化で全く違うものに見えます。パンツもね、1センチ2センチのこの膝の細さ太さで随分ね変わって見えますから、不思議なものですけども、この辺を直すというのも一つかと思います。直すリストを作って、この際にねリフォームしていくと、また蘇って着れるというものもたくさんあると思いますので、なんか古いなダサいなじゃなくて、それを時代をね、今のこの時代の気分にアップデートしていけばね、また着れるものもたくさんありますからね。はい、おすすめの修理店なんかについても以前ご紹介してますから、概要欄にね詳細貼っておきますので、ぜひチェックしてみてはいかがでしょう。さて、ここでですね、いろんなものが整理された段階でクローゼットに隙間生まれますかね。はい、なかなか私もね、もう服が多いですからっていうところはありますけども、クローゼットに隙間が生まれたら、じゃあ買い足すもののリストを作っていただきたいんですね。なんとなくお店に行って、これがいいかな、これかっこいいなと買うとですね、同じようなものが増えていってしまったということありませんか？これはですね、自分のこのクローゼット内に何があって、今何を足していくべきなのかっていうことが整理されてないからなんですよ。仕事に似てますけどね。はい、今ある服がこうで、ネクタイがこうです、シャツがこういうラインナップを持っていると、ここまで出ましたらですね、じゃあ次はこれを足そう、これが今ないなと、こういうジャケットがあったらもっと着回せるのにと可視化できるわけですよね。そうしていくと、余計なねものを買って、ああ失敗した、無駄な買い物が減るわけです。必要としているものが時々のあるこのセールでたまたま見つかったら、これはラッキーですよね。はい、つい安いから買っちゃうっていうのはね、これ衝動買いですけど、安くて自分が探していた目的に合ったものが見つかったら、それがたまたま安かったらね、これはいい話なわけですから、こういうふうにね計画的に買っていくことをお勧めします。そのためにもやっぱりクローゼット整理整頓して、計画的にねこの装いを作っていくと、無駄な出費も減りますし、自分の装いもねより良いものになっていくので、一石二鳥ではないでしょうか。ということで、今日はですね、休日など、まあ、家にいる間にぜひやっておきたい洋服とか、まあ、靴もそうですけども、ケアとか見直したいポイントについてお伝えしました。全部じゃなくていいので、何かね、一つでも取り入れていただければなと思います。この番組ではこれからも様々な角度からクローゼットの計画などについてもお伝えしていきますので、この番組が少しでも面白いなと思っていただいた方は、いいねボタン、そしてチャンネル登録をして一緒にセンスを磨きましょう。最後までご視聴ありがとうございました。ツイッター、インスタやってます。疑問、質問、コメント欄に。さて、明日は何着よう。チャンネル登録、よろしくお願いします。